松野官房長官っていうのを長年受け取ったんですか。はいかいいで答えてください。政府の立場として、国交に関するお答えを差し控えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会において、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知しており、今後事実確認の上適切に対応するものと認識しています。で、派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば派閥の政治資金の取り扱いについては刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知しており、そうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。派閥の会計処理なんか聞いてないですよ。長年受け取ったかどうか答えてもらっていいですか。1000万円って結構長くなんで受け取ってたら覚えてるはずですよね。繰り返しになりますけれども、派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば派閥の政治資金の取り扱いについては刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしております。そうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。同じ清和会の宮下大臣は聞くばっかない。鈴木財務大臣はノルマを超えたことはないって言ってるんですね。どうして松野官房長官だけ言えないですか。お金は受け取ったでいいんですか。先ほど申し上げた状況の中におきまして、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております。答えられない事情でもあるんですか。清和会の事務総長を務められた2019-2021年、松野さんの政治資金収支報告見たんですけど、清和会からの寄付はなくて、清和会からお金が出てった記録もなかったんですね。裏で金の出入りってあったんですか。繰り返しで恐縮でございますが、政府の立場としてお答えは差し控えるべきであると認識していますが、国の中枢機関が政治と金の疑惑疑われているのに当人は何も答えない。そして総理が下した決断は派閥パーティーの自粛、自身の派閥の長を辞めるって対応ずれてると思わないですか。法律と税の外の世界で自民党の派閥が数千万円億単位のお金を裏金化してたんじゃないって疑惑がかかってますと。しかもその受け手が国の中枢機関である官房長官になると、組織的に違法行為の指示を出してた団体が政府与党の最大派閥という日本なわけですけど、キックバックについては派閥から収支報告書に書くなって事務所の会計責任者が指示を受けたと証言もしてるみたいですね。足元との金の説明もできないのに国民に負担を押し付けるのとかやる資格ないですよ。政策集団の、政治資金パーティーについて指摘を受け、そして国民の政治に対する信頼が揺らいでいること、これを深刻に受け止めています。党としてもこれはこの危機感を感じ、そして一体となって対応しなければならない課題であるということで、私自身幹部に指示を出しました。そのパーティーの自粛で済むのかということですが、これを第一歩として、これから事態の推移をしっかりと把握した上で原因、そして課題、これを把握した上で党として適切に対応してまいります。そして説明責任ということでおっしゃいましたが、これは各政治資金、政治資金団体が、政治団体がこの収支報告書を提出し、それに対して告発が行われ、そして今それぞれ精査を行っているということであります。その中でこの捜査が行われているということであるならば、これは捜査にこの影響が出る恐れがあるということで発言を控えるというのは、これはあるべき発言として決して不都合ではないと考えています。ちょっと何言ってるかわからないんですけど、松野官房長官に裏金1000万とか政治資金パーティーの収入管理とか、政治家って悪いことしないと偉くなれない仕組みでもあるんですか。政府はマイナンバーを推進してるんだから、パーティー券の購入はマイナンバーとインボイス制度を必須するとかやればいいのに、政治家は悪いことをするために現金にこだわるわけですよね。企業は1円でも売上が計上するのが義務なんですけど、政治資金規正法では20万円以下は計上しなくても合法であったり、国会議員に払われる毎月100万円の調査研究広報滞在費や領収書用だったり、懐に入れて所得税を払わなくても合法だったりと、政治家が法律を作るんだから
それは抜け穴作りますよね。裏金も問題なんですけど、世襲議員もいろいろ問題ありそうなんで、この際追及しちゃいますね。岸田内閣に占める世襲議員の割合が 50% なんですけど、国民の負担率下げて日本経済伸ばしましたとか、少子化対策改善しましたとか、日本が良くなるような対策バンバンやるような、すげえ能力の高い議員の割合が高いっていうならおしゃれですけど、世襲って特権があってぶっちゃけいろいろ不公平があると思ってて、宮下大臣お父さんって何されてた方ですか？私の父親は衆議院議員をしておりました。24年間勤めました。20年間衆議院議員、お父さんが防衛省長官、環境庁長官、厚生大臣の時、息子の宮下大臣は秘書官をされてて、お父さんが引退を表明した直後の総選挙で初当選されてますよね。総風会というお父さんの名前ついた団体はどういう団体なんですか？父を応援する東京の後援会の組織です。もともとはお父さんの団体ってことですよね？はい、父親を応援するために設立された後援会組織、政治団体です。お父さんが現職の時にだいたい3000万円パーティー収入は言ってます。お父さんが引退した直後からは息子の宮下一郎大臣のパーティー収入が入ってます。平成25年には代表が宮下一郎大臣になりました。この時点で相続完了してますと。2125万円の繰越金は非課税で、そのまま大臣に引き継がれてます。さらに初出馬の時に設けた後援会にお父さんの後援会から手札もらってますと。いくらもらったんですか？平成16年に、16年の12月2日まで、父親の宮下総後援会が存在しておりまして、この16年中に1451万4000飛び15円の寄付を受けております。2125万円の金を団体と一緒に引き継いで、選挙で初当選した直後にお父さんから1150万円の寄付を後援会で受けて、さらには自民党支部も引き継いで709万円の繰越金、全額合わせると初当選時にすでに4285万円の資金がお父さんから宮下大臣に非課税で相続されてます。これに政として当然の権利だと思ってるんですか？権利とかいうことを考えたことはございませんけれども、お話のように24年間のおやじの政治生活のうち後半12年は秘書官や政策担当秘書として一緒に地域を歩きですね、そしてその親父を講演していただいている皆様、まさに講演会の皆様の思いや地域国の課題を認識をし、そして父親が引退するときに講演会の皆様がぜひその志を継いで頑張ってほしいと、こういうお声をいただいて、そして私自身も出馬の決意をしてスタートを切ったということであります。ですからその皆様の後援会の皆様の思いをしっかり受け止めて、そして皆様のために働くというのが私のあるべき姿だと思って頑張っているところでございます。質問にちゃんと答えてもらっていいですか？僕が聞いてるのは、これだけの金を相続するのって世襲の特権ですよねって聞いてます。私自身はその政治資金規正法にのっとってですね、政治活動をするってことを肝に銘じてやってまいりました。こういうことで、その後援会の皆様の総意として寄付が行われたということです。それも政治資金規正法にのっとって行われました。それをしっかりその意味をかみしめて活動していくっていうのが大事だというふうに思います。自民党大物議員の息子を衆議院議員2期目の参議院議員です。お父さんも引退後に地盤を引き継いで初当選、初当選のわずか3日後にお父さんから3000万円もらってます。で、4816万円の繰越金と一緒に自民党総支部も引き継いだ。初当選で合わせて8000万近いお金もいただいてるわけですよね。選挙区も知名度もお金も引き継ぐ世襲議員を相手に、お金もない知名度もない能力はあるって、そういう若者が手を挙げるって相当不公平だと思わないですか？能力ない世襲議員が当選しやすくて、能力ある新人が当選できない仕組みはおかしいんで、世襲制限はすべきじゃないですかね。それぞれの議員がこの法律にのっとって、それぞれの政治活動のコストをどのように賄うのか、それぞれの立場で工夫をして
現実に政治活動を支えてきている、こういった現実があります。一方で、国民から見た場合に、できるだけ幅広い有能な人材から、この政治家を選ぶ、そうしたこの選択肢を広げていく、こういった観点は重要であると認識をいたします。その両面から、このご指摘の資金についても考えていく課題であると認識をいたします。世襲議員は美味しいんで制限なんかしない、政治家は税金払わなくてもいい仕組みをちゃんと作る。政治家が法律を作るんだから、抜け道はちゃんと作っておくよねという合法なお話でしたと。もしよかったら、登録しちゃってください。